グスタフ・マーラー公共局第8番、ウィーン・ラクユー協会合唱団ウィーン少年、合唱団したツカペレベルリン、ピエール・ブーレーズ・ウィーン・ラクユー協会大ホール・ウィーン、ラクユー協会合唱団は、ウィーン・ラクユー協会の専属アマチュアコンサート、合唱団である。1812年に、アントニオ・サリエリの主導の下、王宮の陶器上馬宮におけるコンサートで、 楽友協会のメンバーによる、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのオラトリオ演奏会が行われた。そして、楽友協会の創立に伴い、協会専属の合唱団として1824年のベートーベンの公共局第9番初演に参加した。1858年、今日では230人の会員からなる、楽友協会合唱団が正式に創設された。創立当初は、 ヨハン・ヘルベックとヨハネス・ブラームスが主導した。この創立150周年の歴史を持つ合唱団はこれまでに数々の著名指揮者ウィーン・フィル・ハーモニー還元楽団やウィーン交響楽団など様々な世界的オーケストラと共演してきた。そしてヨハネス・ブラームスのドイツレクイエムアントン・ブルックナーの手で生むグスタフ・マーラーの交響曲第8番などの 数多くの世界初演を行った。ライプツィヒゲバントハウス管弦楽団、ウィーン楽友協会合唱団、ヘルベルト・ブロムシテット、NHK ホール2017、1947年から1989年までは、ヘルベルト・フォン・カラヤンの下で合唱団としての明確な個性を作り上げていった。カラヤンは、ベルリンフィルハーモニー還元楽団との録音でも、 たびたび合唱にウィーン・楽友協会合唱団を起用していた。日本におけるコンサートや小沢聖二や大上英二など、日本人指揮者、オーケストラとの共演もある。これまでの来日公演は1979年に東京そして2009年に大阪がある。大阪では、現在の合唱団指導者であるヨハネス・プリンツ指揮による天地創造。 そして、オ上ウェイエ式大阪フィルハーモニー、公共楽団演奏によるブラームスのドイツレクイエムの公演を行った。入団試験には簡単なオーディションがある。LV ベートーベン、ネウンテジンフォニー、フィナーレ、フロイデ・シュナ・グター・ファンケン、ウィーン・フィラモニカー、クリスチャン・ティーレマン、DVD ・エープリル2010。ありがとうございます。